では今回は多層の資料の解析の方法を行っていきたいと思います。多層の資料の解析は結構難しくて、単層で解析してもらうのがほとんどメインになるとは思うんですけども、どうしてもいくつかの層の分析が必要になるということもあると思います。そこで一応その行い方を説明していきたいと思います。今回はまず、市販されているジルコニウム酸化物ジルコニウム O2 というのを、粉末 X 線解析で実験室の光源ですけども、測定した結果を分析する方法、これから説明していこうと思います。まず、ジルコニウム、O2 のフォルダを作ります。そして、ちょっとこれは前にテストでちょっと作って解析してみたんですけども、これが粉末解析のデータ。そして、そうですね。で、粉末解析のデータです。そして、これで、まず入力ファイル、強度のファイルを作ります。テキスト、どれでもいいんですけども、テキストのものからで、強度なのでインテンシティ INT とドット INT となりします。そしてこれを開いて、でこちらのファイルを開いて、これを元の実験データのファイルですね、コピーしてこちらにペーストします。そして、この一番最初の部分を消し、でまず西田と強度のデータだけにして、その後に一番最初に ジェネラル、でダラーと入力します。これは、そうですね。次の秒にデータ数を入力します。まず表示がちゃんとステータスバーにチェックを打てるか見て、そしてこちらを見ます。6003行ですね。なのでデータ数は、2-6001です。でこれでよければコントロール S をしてセーブします。これで、強度の入力ファイルは終了です。これも今回ちょっと見えづらくなるので、これもちょっと覗いておきます。次に、もう一つの入力ファイルである.ins を準備します。それはどこから準備してくるかというと、こちらの cu3fe4p6 というところから持ってきます。これをちょっと見ていただけると分かるんですけど、フェーズ1って書いてあるものと、この後の下にフェーズ2とちゃんと書いてありますね。このようにして、いくつかの層が入力されています。でここから取ってきます。でここにアンダーバーテストという前回の、この、動画を作る前に一応テストはしてるんですけど、これはバージョン前のかなり古いバージョンのものでして、リターンの、プログラムというのは、下位互換や上位互換がないんですね。なので、そのバージョン内で、毎回作らなければ入力ファイルを作らなければなりません。それで一応入力ファイルに困らないように、開発者の方が、入力ファイルの例を毎回作ってくださってますので、このリターンアンダーバービーナスアンダーバーエグザンプルというところから毎回入力ファイルのデータを持ってきてください。で同じバージョンで解析することになっていれば、過去の、先輩方が使ったデータや、など同僚が使ったデータなどを使えば、分析がそのままできます。こちらもでは、コピーしてきました。こちらの名前も変えてみましょう。となります。それで、ジルコニウム O2 というのは、NIMS の分析、NIMS のデータで見ると、いくつかあります。今回ちょっと NIMS ではないものでもちょっと調べてみましょう。NIMS 以外に有名なデータベースとしては、Google に戻ったほうがいいな。AMSCMD と入力して、ごめんなさい。AMCSD ですね。失礼しました。アメリカン、こちらの方のになります。でAMCSD を検索してもらって、で、ここにジェネラルサーチとありますので、これで入力、調べることができます。で、いくつか出てきますので、ここからシフのデータ、いくつか取り出してこればいいです。持ってくればいいです。で、この他にもう一つは、有名なのは、クリスタル、ちょっと遠いな。データベースと入力して、こちらの COD ですね。略して。で、こちらのところから、サーチのボタンを押して、で、いくつか条件を絞ってもらえばいいです。例えば、私はいくつかここにたくさん条件があるんですけども、例えば構成元素なんですかと聞いてきますんで、ジルコニウム酸化物ですよとして鮮度のボタンを押します。あら、ちょっとうまくいかないかな。あ、そうですね、うまくいきましたね。で、ここから、非常に大量にデータが出てきますので、目的のもの、頑張って探して、シフのボタンを押すということになります。で、この過程は結構大変なので、前回調べたときにどれが候補なのかというのを調べてきました。それで、一応ジルコニウム酸化物は3種類ぐらいあるようです。それで、まずはスペースグループ14のもの、こんなような構造ですね。で、さらに、スペースグループ137、このようなもの。そして、スペースグループ225のこのようなものです。で、これそれぞれに対して、入力ファイルの INS を作っていきます。とりあえずまず14から作ってみましょう。それで、これは今まで通り作り方は同じで、まず14の構造をチェックして、ユーティリティーズのパウダーディフラクションパターンです。で、そこに、結果が出されてきて、ここに INS に出てきます。で、これを参考にするということです。ここに、参考にするので、ここに入れておきましょう。で、同様にして、37を行います。このようにします。で、この画面がもしかしたら開かないっていう方もおられるかと思います。そういう場合は、どこから探すかというと、ベスターのファイルを探し出して、そして、添付というところがあるはずなんですが、ここはちょっとおかしいですね。ここも個人情報が出ちゃって、あまり気にしてはしょうがないですね。ちょっと今出ないですけども、ベスタのところの添付というファイル、ベスタの中の添付というファイルのところに、このように出てきますので、それを使ってください。ちょっと個人情報でしょうか。しょうがないですね。見なかったことにしておいてください。それで、ユーティリティーズの、パウダーディフラクションパターンで、このようにして作ります。で、こちらと、こうですね。これはもう閉じてしまいます。で、このようにしてできます。で、ここから、多層用の入力ファイルを編集していきます。それで、これは室内光源用になっているので、変えるところだけを抜き出して見てみましょう。まず、構成元素のところですね。原子種ですか。リアルケミカルスピーシーズというところですね。ここのところを変えます。こちらにいくつか例があるので、こちらそれぞれのものを順番に見ていって書き込みます。全部構成元素はこれでしかないので、そうですね、ここから全部やってしまう。こうなりますね。で、これにもし他の候補がある場合は、ここにどんどん追加していくわけです。例えば、これ全部ジルコニウム酸化物なので、あんまり意味はないんですけど、このものをさらに他の原子種があればここにどんどん追加していくということです。それを出してでまず次行っていきましょう。でここの、VNS1 というところありますね。ここのところから変えます。こうします。それで、ファイズここがもう書き換える必要はないんですけれども、ちょっと毎回解析している途中に忘れてしまうので、例えば私の場合でしたらこのようにします。SG はスペースグループの私は略にしてます。このようにしてます。そしてこの部分をこのようにコピー&ペーストします。まあ、これはもうほぼ単走の時の入力は前回までの入力ファイルの作り方とほぼ一緒です。もうあまり大きく変更するところはないんですけど、一応例のために例として見せていきます。で次に2層目書き込みます。では次2層目137番の入れましょう。同じようなところありますね。で、見ていて気づくと思うんですけど、この、ラベルのすぐ後に数値が2になってます。前は1でしたね。これどういうことかと言いますと、1層目と2層目、3層目とすることに、どんどんラベルの数を変えていきます。で、まあ、分かりやすいように、2層目なので、最後に2というふうになります。つけています。で、このようにして、どんどん分けていきます。2層目。このようにあるというふうにします。でこれが、ジルコニウム O2 のスペースグループの137番2層目こうしてますねというふうに作っていきます。うん、そしてここの部分を変えると。このようにしていきます。それで、3層目なんですけども、実は、もうちょっと事前に調べてありまして、この225番は、この今回の測定の時にはないことが分かっています。で、3番ない場合には、この3の部分をガサッと削除します。いらない場合は削除します。まあ、コメントはシャープをつけてコメントにしていただいてもいいんですけども、ここまでもの3をガサッと削除します。あ、うまくできてないですね。ここまでこういう感じで削除します。このようにします。で次に、プロファイルファンクションをこれをよく使うこのモディファイドスプリットプセードボイド関数というようにします。そしてここからどんどん下へと向かっていきまして、で毎回使うのはここの部分の値を変更する。今回も、例としてバックアップとしてこちらのものを準備しておきましょう。このような感じですね。このような感じになります。あ、でここも000のものですね。もうここにやっておきましょう。それで、セルの Q のパラメータ。これはまず最初は、1って書いてあります。1層目のものですね。なので、まずこっちのスペースグループナンバー14を使ってますので、まず最初に、それを入力します。こちらの部分をコピー&ペースト。そして、今度はここの部分ですね。構造の部分を入れます。それで1層目と2層目の記述が、まあ、これはここまでいいでしょう。で、次に2層目の部分になります。2層目は、セリコニムズのスペースグループの137番を使いましたね。で、ここのプロファイル関数は上の部分と同じです。コメントをしたところですね。あ、こちらですね。失礼しました。でもう1個足らないので、ここに入れてしまいましょう。コピーしてで同じ形式で、ここに記述します。ダミーも必要だった気がしますね。そうですね、ダミーも必要ですね。同じ形式で必要ですので、こいつにこれも入れます。ちょっと、手間取ってしまって申し訳ないんですけどね。こうすると。それで、こちらの数値があんまりよろしくないので、ここを、このように、2層目のものですよとするためにつけます。ちょっと待ってくださいね。なんか心配になってきましたので、前回成功したところをちょっと見てみます。すいません、ちょっと確認しますね。達層の解析はあまり多く分析する機会があるというわけではないので、失敗してしまわないようにちょっと見ていきたいと思います。スケールもいりますね。失礼しました。スケールもいり、あ、ここにありますね。スケールが確実にあって、そして、このようになっているとですね。ダミーの表記が何かおかしいですね。私が間違えましたかね。あ、そうですね。ダミーは間違ったところから持ってきてますね。失礼しました。ちょっともう一回やり直します。このプロファイルパラメータから持ってきてますんで、これを全部このようにして作って、そして、ここに貼り付けて、すみません、本当に。で、ここのところを、例えば212と、3層目だったら312というふうにしたりします。で、ここの部分は削って、で、このシャープを外すと。このようにします。で、次は、137番の、このようになります。こちらですね。あ、137番ですね。確認してもらって、それで、このようにして、そして、こう、その結果を入れと。で、ここの部分はここと一緒になるとまずいですので、例えば、2層目ですから、2121とします。そして、3層目はないですから、3層目のデータはガサッと削ります。ここからここまでですね。で、このようにします。で、ここからさらにずっと下に行っていただいて、あ、そうですね。ちょっと待ってくださいね。いいですね。ですね、この下へ行っていただいて、それでフェーズが、いくつかというものなんですけども、こちらの部分アップデートするかどうか毎回のことなんですけど、あ、じゃあこれアップデートではないですね。申し訳ないです。こちらは使っている N フェーズのところが、まず2ですから、ごめんなさい、このフェーズいくつ入ってるかっていう、ここの部分を、今回は2なので2というふうにします。で、さらに下に行きます。あら、ちょっと見失っちゃいましたね。あ、アップデートですね。プレートを見ます。で、この例ですとアップデートは0になっています。でここに書いてあるように、保持しておくって書いてありますんで、変えるようにします。なのでこちらを1番にします。でコントロール S でセーブと。でこれで一応入力ファイルは終わり終了です。でちゃんとできてるかどうか少し気になるので、前回成功したのをもうちょっと比較してみましょう。まず大事なところはフェーズの部分ですね。微妙に記述が変わっているかとは思いますけれども、ほぼ対応しているかどうかをチェックします。2層目、問題ないですね。で、ここのところも問題なくて、ここでちゃんと終わっていると。でさらに下へ向かいます。でここの部分も問題ない。そしてさらに下へ向かいます。あ、それで大事なことなんですけど、シフトの値を0にしなきゃいけないですね。こちらは失礼しました。こちらは0にします。これでいいですね。ここは変える必要はないとは思うんですけど、とりあえず見栄えがいいので、あと間違えないようにために一応0にします。それでフェーズに、ちゃんと作ってありますね。そして行使上数のパラメーター。大体ですね。そして、原子位置、構造パラメータで2層目、スケールの2がちゃんと存在していて、あとは FWHM 半値幅のものもちゃんとある。で対称性のものもちゃんとある。で減衰パラメータもちゃんとある。この減衰パラメータは、バージョンによって ETA と書かれたり DK と書かれたりするので気をつけていただかないといけないですね。でこちらもあると。で212もあるということですね。で次の2層目も問題なく同じものがあるということですね。そしてセール Q もちゃんとあって O2 とジリコリということですね。そして、下の方を見てみましょう。で、いくつか記述が変わっているので完全に古いのと新しいので比較するのはなかなか難しいんですけど、どんどん見ていっていくということですね。良さそうですかね。ちょっと行き過ぎたかもしれないですね。私のこの装置のバージョンがあんまり良くないっていうのもあるんですけど、本当はこのラベルがある部分は左側にラベルの一覧が出てきてボタンを押すとそこに飛んでくれるんですけど、私はなぜかそれがついてないんですね。他の PC で導入した時はうまくいくんですけど、それはご愛嬌ということでいきます。構造最適化も似たような形になってます。フェーズの記述だけがちょっとないですね。ちょっと検索してみましょう。見つからない見つからないですね。しょうがないですね。これでもちゃんと動いてるので。まあ、バージョンが違うといろいろと入力ファイルを作るのも大変なので非常に苦労するんですけど、まあ、これは何度言っても直らないので仕方ないですね。何度言ってもというか何度お願いしても変わってはくれないので、まあ、こんなダメ人間にはやってくれないんでしょうけど、まあ、こんな感じでできます。でこれを終了すればいいですね。で今回はちょっと時間がかなりかかってしまったので入力ファイルの作成までで終わらせておきます。で次回からは、実際の解析に移りたいと思います。